三次検体とは、五位蔵人、弁官、ケビーシサを検体すること。クランドスケが弁官に就任して実現されることが多い。演技五年の藤原清綱が発例である。クラジ人等、五位蔵人が弁官を検体したり、五位、六位蔵人がケビーシを検体することは、しばしばあった。しかし一人で三つの官職を同時に検体することは、 稀であり、特に宮中において天皇に近似する、倉人、大上官において、行政事務を担当する弁官、平安経営の司法、警察、民政の実務を行うけびいしさは、仕事量が多く重要な官職であったため、それらの職務を同時にこなすことは、実務能力に優れた官僚でなければ、不可能だった。元年正月日上には、藤原成について、 三次検体と記されている。十一世紀後半の白河院世紀に、藤原溜美房、平治藩が三次検体を果たすと、藤原健隆、氏、秋より平、平さ根ちか、藩家も不祖に習って三次検体となった。十二世紀に、実務官僚の家が、下重寺流、日野家、小宗流平氏に固定化したことに伴い、三次検体も、自然と、この三夜に限定された。 12世紀末に、藤原常房、三長、貞長の兄弟が三次検体を果たしたことについて、中山忠智川、常房京、三長阿蘇、定長兄弟三人、歴三次、古今更子の例誠瀬家の余計なりと記しており、三次検体が実務官僚にとっての名誉と認識されていたことが、伺える。鎌倉になると年齢化と在職期間の短縮が、 進み、19歳で就任、在職期間1ヶ月という例まで現れ、実態とはかけ離れていく。やがて、三次検体は、名家の着流であることを示す指標となり、形式的、象徴的なものとなった。ありがとうございます。